はい、皆さんこんにちは。今日の動画は高知県西部の一番有名なビーチでサーフィンする深掘り動画になっています。今日の天気なんですけど、まあこんな感じですね。なんか本当曇ってて、ちょっと雨も降ってるんで、まあ GoPro を撮るのはあんまりよろしくないかなって感じなんですけど、まあね、なんか聞くところによると、そのビーチはなんか腹ぐらいで割れてるっぽいんで、まあちょっと今から潮も入ってくるんでね、いい時間帯になってくると思うんで、ちょっとそっちの方で今からやっていきたいと思います。あーけど結構うねり入るよね。ここでこれぐらいうねりがあったら全然、多分その平野っていうところは腹ぐらいはありますね。全然、ただちょっとね、もうすでにこう風が入ってる感じなんですよ。これ、ほら、このフラッグがね、揺れてるんですよね、結構、向こうの方に。まあこれがね、オフショアやったら映画やけど、これがオンショアとかサイドオンとかやったらもう多分あんまり良くないですよね。もう夕方のね、今3時半ぐらいなんで、まあ、夕方の5時半とかぐらいから多分風やむと思うんですけど、まあちょっと逆に暗くなりすぎて GoPro が撮れなくなるかもしれないんで、まあちょっと行ってみないとわからないぐらいの感じですかね、今日は。いやー、それにしても曇ってますよね、今日本当。全然曇っちゅう、あんまやっぱ撮ってもよく撮れないですね。あ、ちょっと腕にはしっかりあるみたいですね、なんか普通に。まあ今日地形が良くないって感じで、全然あれとかもかなり手前で割れてるんで、まああの向こう 入ろうかと思ってたんですけど、今日どう長やろうね、あれ。ちょっと、本米ヶ谷か。いや、あの向こうか、これ。このグーフィー。地形が悪いね、これも。あの向こうのグーフィーをね、ちょっと今から、サクッと、2時間バーでやっていきたいと思います。まあ、波の感じはこんな感じなんで、まあ、めちゃくちゃいいっていうわけでもないんですけど、まああの左の方からグーフィーがね、たまに入ってくる気。それを、まあ、うまいこと乗れたらなって感じで今日はやっていきたいと思います。ああ、あの向こうからのレギュラーもちょっと、使えるは使えそうな感じですね。ああ、あれだっか。あのレギュラーも乗れるけど、まあ手前が、ちょっとね、なんかあんまり割れ方がよろしくないというか、まあそういう感じで、やっていきたいと思います。ちなみに今日使ってる僕の板は5-6のクワットでいきたいと思います。まあビーチでね、軽い場合があるんで、結構まあクワットだったら走るんで、まあ僕みたいにあんまりビーチ上手くない人はクワットみたいなやつ乗らないとちょっと対応できないんで、ちょっとクワットでやっていきます。まあ沖出てきてちょっと波待ちしてるんですけど、まあ多分腹胸、まあ胸ぐらいですかね、ドセットで。まあ風入ってるんであんま良くないんですけど、まあちょっとね、で逆にあんま乗れそうな波も入ってこないですね。結構こう波重なってるんで、なんか今日の平野ビーチ結構ワイドっすね。本当は結構、まあ、相当いいやつを肩の方から、まあ、肩の切れたいいやつをいかないと結構クローズしてますね。もう先割れしてくるというか、これはねいいけど手前長いよね、悪いのは。多分そこら辺から割れてくると思います。いいの割れないんですよね、アウトから。これとかも結構軽い。結構手前からやったら乗れちょったって感じやね。これとかもね、形はええけど割れないんですよね、なかなか。あの辺や、肩張ってないんだけど。ああいうの肩張ってるやつもあるんですけど、肩張ってないやつも結構多いですね、今日は。波が速い。ピークがねちょっと向こうの方なんですよね、多分あっちの方。こっからのグーフィーもね、捨てがたいんで、まあ、ちょっとここに今いる感じなんですけど、結構マジで、欲張りすぎると何も乗れないから。まあ、それ僕に今言い聞かせてるんですけど、本当。
これとかも乗れんがいには絶対。早いもんね、どっち行ったもん、これ。レギュラーももう短波、ほとんど。早い。腹というか胸ぐらいありますね、左右普通に。胸肩ぐらいあります。なんか、で、肩のやつは基本的にダンパーなんでね、絶対乗れないんで。ほら。あっち入ってますね、ちょっと波が。入りゆけど、手前でいいのが割れるか、沖からダンパーか。まあ二択ですね、どっちか。多分さっき僕の行けなかったやつ、多分今日一形良かったですね。なかなか落ちなかったけど、いやーけどほんまなかなかね、こんな波難しいがね、ダンパー焼きのほとんど。ほらほら、あんなやつとか逆に型が張ってなさすぎて乗れないんですよ。はい、ほんとね、日本のビーチね、型ぐらいのサイズになってきたら結構クローズするというか速くなってくるんで、なかなかいいところに、結構いいところにいないと乗れないっすよね。ダンパーですね。向こうの方から行かないといけないやつ。乗れない。波が強いもね、日本のビーチはなかなかいいサイズで収まることがあんまりないんで、これとかはもう向こうの方から崩れますから。いやー、いい、もう本当、ね、ニュージーランドとかオーストラリアのパキッとしたビーチで久しぶりにやってみたいですよね、ああいうパキパキのやつ。マジでダンパーやもんにゃ。はや。いやー、一本乗ったら本当沖に出てくるまでめちゃくちゃしんどいですね。なんかもう本当に悪いビーチのクローズシチュー時みたいな感じで割れてますから、今日はなんか。あ、これはいけ、手前やん、ね。ほら、割れないでしょ、あれ。この辺から割れるやつはもう9割先から割れてくるんでね、クローズしてますからほとんど。レギュラー早い。これどうやろう、これはいけるか。みんな他に配置した全員上がりましたね。なんかこのかなり悪いコンディションで一人でやるっていうのもまあ微妙な感じですけど、本当に乗れそうな波が今までほとんど入ってきてないんでね。え、ちょっとこれどうなるやろうね。まあまあ悪い、結構悪い。パドルの練習みたいな人おるけど、まあ、あの人はあの人でまあいいと思います。手前なんでね、スープいっぱいありますから、手前に。これはいいね、今日一のレギュラーでしたね、あれ。多分1時間に1本ぐらいの感じで入る感じですね、あれが。それ以外は全部ダンパー。ほら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 、来た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 。これ重なって中域の波、全然この向こう側にこれ乗れないですよね、重なってるんです。インスタグラムでサーフィンどうやったら上手くなりますかって聞かれたんで、知り合いの人に答えますね、その質問。とりあえず波良くても悪くても入りましょう、ビーチとか。なんかとりあえず波良くても悪くてもサーフィンしましょう。もう腕が回らんなるぐらいまで、もう何時間も何時間もサーフィンして、まあその日に決めた、この技をやるって決めたら、もうその技ができるまでずっとその技をやり続けるとか、なんかまあその日その日の、まあ、目標を設定して入ったらいいと思います。今日は流れがめっちゃあるんでひたすら漕いでます。本当こんな感じで、まあぐちゃぐちゃなんでね、
相当いいところをキープしながら乗る感じなんで、まあまあハードはハードですね。ちょっといやー、それこそ今せっかくいいところだったんですけど、なんか GoPro の電源が入らんくなって、なんかたまにあるんですよね、僕の GoPro 電源が落ちても、なんか全然録画というかもう立ち上がらないみたいな時がめんどくさいっすよね。けどまあもう一回帰ってサクッと入っていきたいと思います。はい、ちょっとまあ GoPro の電池なくなった、まあなんか電源入れなくなったっていうのもあるんですけど、なんか今僕のチャンネルを見てくれてるっていう方となんかお会いして、平野ビーチで結構なんか世間も狭いっすよね。なんか大阪の方だったらしくて、なんか今宿毛に住んでるらしいんですけど、高知県の、まあ本当にいろいろなところでいろいろな人に出会えそうです。YouTube 通して。これも早い。もう、まあ、塩込んでね、いつもだいたいマシになるんですけど、ちょっと今日は本当良くないっすね、全然。そろそろ結構暗くなってきたんで、まああと1本決めて上がりたいと思います。まあちょっとまあこの電池がね、電池というか GoPro の電源がつかなくなってた空白の1時間があるんで、ちょっとまあそれが残念だなっていう感じですね、今日は。まあ波自体もね、そこまでめちゃくちゃいいって感じでもなくて、まあ今日は平野ビーチで胸肩、ドセッと頭ぐらいのちょっとサイズ上がってきたんでね、塩込んで胸肩、ドセッと頭ぐらいのまあダンパーでやってる感じですね、今日は。てか結構暗くなってきたんですけど、乗れる波来るかかいって話ですよね、これ今日乗れる波こんがやないがよかね、これは。さっきからもう結構待ち言うけど全部ダンパーやもん。最後まあまあいいライディングしたんですけど、まあ取れてなかったら取れてなかったで、まあ仕方ない日です今日は。まあ暗くなりましたね結構。まあ明日の方はねちょっと波あるらしいんで、まあいいポイント見つけて、まあ多分リーフになると思うんですけど、やっていきたいと思います。今日の動画は高知県のまあ2番目に多分有名な平野ビーチっていうビーチでサーフィンしてきたんですけど、まあ波はね胸肩頭ぐらいで、まあ全然良くなかったですね。まあ、潮込んできて、まあ、最後の方ちょっと乗れるかなっていう感じの波になったんですけども、結構こんな感じですね。もう結構真っ暗で、まあ、GoPro で見るとまあまあいけるんですけど、まあ、海の中入ってたら結構暗いなって感じだったんで、まあ上がりました。まあ僕昔隣の二見ビーチとかでもサメ2回ぐらい見てるんで、ちょっとまああまり遅くに入るのはなっていう感じで、まあ今日は上がりましたね。今日の動画がいいと思った方は高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画で。